どうも皆さん、こんにちは。中村です。よろしくお願いします。はい。ということでね。えー、まだ梅雨明けしてないのでね、もうジメジメした天気が続きますね。 ええ、すみませんね。冒頭から天気の話でもうどんだけ話すことねえんだってね、話ですけど。すみません。ちょっとでも、ほんと梅雨がね、もうすっごいずっと雨降ってるからね。もう洗濯物乾かないですよね。ずっと部屋干しで、もう生乾きとかしてね。ほんと最悪ですよね。ムカつきますよね。え、ということでムカつくことが多いということで本日の動画はこちらでございます。どーん最近ムカついたこと7000。この動画を撮ろうと思ってね、なんか最近ムカついたことあったかなーでもなんか意外となかったの。この2週間全然なんかムカついたことなかったなぁと思って、こう、どん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 ね、あの、思い出してたらね、過去の記憶を思い出してたらね。 たくさんムカつくことありましたね。えー、ムカつくことありました。なんか僕忘れてただけでもう全然ムカついたことたくさんあったんで、この2週間でね。えー、今日はここで成仏させたいと思いますので、本日もよろしくお願いします。えー、それでは最近ムカついたこと7千1つ目はこちらでございます。人生楽しいでしょって決めつけてきた弟ということでね。えー、僕弟がいるんですよね。男3人兄弟で、お兄ちゃん僕が次男で弟がいるんですよ。で、久々にこの間弟と飲み行ったんですよ。で、まあ久々で最近どうなのみたいな話した時に、その弟が最近どうって聞いてきたんで、まあ最近まあまあまあでもなんか別に 楽しいいことないかなか別に楽しくないな最近はとか言ったらその弟が「いやいや人生楽しいでしょ」ってすごい言ってきたんですよで僕は「なんで?」って聞いたら「いやだって YouTube も登録者20万人いるで TikTok も40何万人いるで好きなことできてる芸人できてる楽しいでしょ」って言って「おいおいおい」とちっちゃちゃちょちゃ 僕がすっごい嫌いな人種なんですよね。なんかそのなんか数字、その YouTube 何万人いるとか言ったらその SNS、インターネットのその表面上だけでこの人生楽しいだろうなってこう決めつける。だからまあ本当に僕のね、実の弟、その,にあの肉親というかも血の繋がった弟がそのインターネットにいるゴミカスと一緒の思想だったっていう。えー、これが最悪だなぁと思って。えー、じゃあ違う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 。YouTube で登録者何人いるか関係ない。奥をね、 こう見ないといけない。その、今危ないじゃん。そのインターネット、こう表面上のこの情報だけで、こう人生楽しいんだろうとか言って、アンチするでしょ。もう羨ましくてアンチするみたいな、みたいなことじゃないですか。だからアンチ予備んで、本当インターネットのゴミスと同じだったんで。もうだからね、だからそれは違う、それは違うよってちゃんと弟も弟ね、僕好きなんですけどね、好きい。いいやつ、いいやつなんですよ。いいやつなんですけど、なんかそれ、この、なんか僕一番嫌いな人種と同じ思想なんだと思って、すごい、なんかちょっとムカつくというか、なんか、まあがっかりというか悲しいというか、まあ悲しい取り越してムカついたんですけどね。ムカついたんですけど、まあ僕からしたら、その、 弟その彼女がいるんですよ彼女 SNS とかに載せてるので僕はそういうの載せないんですけどなんか載せてたのでま僕から見たら弟の方が楽しそうに見えましたけどね最近ムカついたことは7戦2つ目はこちらでございます相方ということでね、えー、僕コンビを組んでましてねあの相方の村岡というやつがいるんですよその村岡がですねとても変なやつなんですよねとても変なやつなんですよ喋りたいことたくさんあるんですけどちょっと今日は厳選してね2つ喋りたいと思います、えー、まず1つ目はですねこないだあの劇場のねバトルライブに出てきた お笑いのねライブに出てきたんですよで僕たち負けちゃったんですよもうしょうがない負けちゃったのしょうがないなと僕は思ってもう別になんか落ち込むとかなかったんですよもうお客さんにも笑っていただいたし評価するのは作家さんとか社員さんとかもう大人の方だからもう次ねもう頑張るしかないなと僕は思ってたんですよで僕はスンとしてたんですけどねどちらかというとまあ落ち込んではなかったんですよそしたら横パッて見たらもうすっごい落ち込んでたんですよ相方がねもうなんかもうすぐ落ち込みやすいんですよもう真っすぐな人間なんであー負けたかあーマジかあ負けたうーん うーんってちょっとベロベロも出たりとかしてね。うーん。うーん。とか言って、なんかもう触りたくもないスマホをね、こうやって見て、閉じて、見て、閉じてみたいなことしてるんですよ。で、こう、ちょっと沈黙がつい、続いたんですよね。僕とその相方の間。としたら相方急に、よし切り替えましょうって言い出してん、んって思って。ど、ど、どうしたもらうかって。え切り替えましょうってどういうことあ、切り、切り替えましょうって言って。 え、俺切り替えましょうって。え、別に俺切り替えましょうっていうか、僕落ち込んでないから俺。俺が落ち込んでたならば、あの、切り替えましょうって言葉言っていいけど、俺落ち込んでないってさっき言ったじゃん。別にもう次頑張ろうと思ってるし、前向いてるし、え、落ち込んでるうちにそれかける言葉だよって言ったら、いや、違います。いや、あの、違います。今、今の一人言なんで、今一人言の、あの、切り替えましょうなんでって。あんま、あんま、自分にこの言い聞かせる時になんか、そう、ーって言うかなって、よし、切り替えるかとかなるけどえ、切り替えましょうって、なんか、なんか何人か目の前にいる時に使う言葉だけども、ね、よし、切り替えましょうって,っていうことがあったりね。でこの間のライブ できたんですよでコントをやるって前日に言っててでそのコントでリコーダーを使うってねリコーダー使うよって言ってたのにこの当日ライブの当日に LINE がポーンってきてもう入り時間もうライブの入り時間も,もうあと5分ぐらい入り時間なのにポーンってきてすいませんあのリコーダー忘れてしまいました取りに帰るので遅れますみたいなまあまあまあ、まあ、これはしょうがないもう忘れ物とか遅刻とか僕もするかもしれないそれお互い気をつけようと思ってでまあ遅れてこう相方来てすいませんでした遅れてすいませんでしたみたいないやもう全然いいけどまあなんか忘れ物は気をつけお互い気を つつけようなっつってでもなんかちょっとこう僕もちゃんと言ったんですよね。一応先輩なんでちょ、言ったんですよ。したらなんかちょっと、まあ30秒ぐらい沈黙が続いたんですよね。で、相方ってその沈黙はあんまり得意じゃないんで、なんかやっぱ喋るなんか、なんか喋んなきゃ、なんかこの気まずい空気、なんか喋んなきゃとか、なんかこう、なんかやんなきゃ、やんなきゃ、やんなきゃとかね、そう一生懸命まっすぐなんで、もうやんなきゃ、やんなきゃっつって、なんか、よし、えっ、ー、と、そろそろじゃあ、えー、ネタ合わせしますかっていう、そのあんまちょっと遅刻してきた側がこネタ合わせしようってあんま言わないけどなっていう、なんかそういうのちょっとこう、いらん、ちょっと、ちょっとだけ、ちょっとだけ、 んとちょっとイラってなんかあんまり遅刻した側が言うかって、そう。よし、じゃあ、あの、ネタ合わせしますか。え、もう少し,したらネタ合わせしますか。あんまこう遅刻した側が指揮取らないよっていうね。それではありましたけどね。ムカつきましたけどね。え、まあ、相方はですね、あの、スタンド FM というラジオアプリがあるんですけど、あの、スタンド FM の裏垢持ってます。最近ムカついたことは7戦、3つ目はこちらでございます。なんかずっとキレ気味の金髪居酒屋店員ネキってことでね。なんかいませんか居酒屋でもうなんか常にキレてる、なんか金髪ネキたまにいませんかなんか。はい、ご注文お伺いします。 はいこれですか?」これですかみたいななん,かなんか「えな,な,なんでずっと切れてんの?」みたいななんかいたんですよ金髪ね居酒屋店員に行けたんですよねこの間たまたま行ったねその居酒屋さんいたんですよでなんかその居酒屋がすごく狭くてで僕弟と飲みたんですけど弟がいて僕ででちょっと狭いんですよねこの席がでこっちにスタッフもうすぐここになんかスタッフルームみたいな。 で、スタッフルームなんですけど、もう結構、こう、椅子を僕はこう、引いてても、引いてても、こう、スタッフルームに入るとき、めっちゃこう、もっとこう、グーってしかないと、こう、店員さん入れないみたいな。で、僕、なんか、まさかここにスタッフルームあるとわかんなかったんで、で、普通にこうやってね、こう、乾杯とか飲んでたんですよ。で、そしたら、その、金髪、ね、居酒屋店員が来てね、あ、すいません、ちょっとあの、椅子、椅子引いてもらっていいですか椅子引いてもらっていいですかあえ、あ、あ、ここスタッフルームかっつって。あ、あはい、もあ、もうちょっと引いてもらっていいですかみたいなえ <laughs> って言ったよねと思ってね。結構ガヤガヤしてた。ガヤガヤしてたけど、って言ったよねと思って。はあ と思ってでなんかもうそこからねなんかすっごいもうその店員さんにイライラしてねもうなんか出てくる料理にもイライラしちゃってねなんかそこがねなんかおでんをおでんをなんかイタリア風おでんみたいななんか謎の料理とかもそれにもね俺切れちゃってな「なんだよもうイタリア風イタリア風おでん」ってもうぜおでんのいいとこ全消しゃねえかってなんかねその心の中切れちゃってね「なんだよお前、まあ、イタリア風おでんってもうおでんおでんのいいとこ全消しなんかもうグラタンにキッコーマンぶっかけるみたいなそういうことそういうこと,そう,うことそういうことだろう逆逆逆逆だとそういうことだろ」うつってその和風のやつをイタリアンにしてるじゃあもうグラタンでキッコーマンかけるみたいなことしてるぞって。 なんかもう謎のねもうよくわかんない切れ方しちゃってねほんとだから本当本当にこれ見せ目言いたいけどね。 ね。<laughs> それで、ここから一気にめくっていきますので、皆さんついてきてください。よろしくお願いします。最近ムカついたこと7000、4つ目はこちらでございます。カフェで犬の写真を撮りまくるやつってことでね、これムカつきましたね。えー、この間カフェ行ったんですよ。ね。あの、そこワンちゃんも入れるみたいなね、カフェ行ったんですよね。まあ僕は、ね、僕が行ったのが悪いですよ。僕が行ったのが正直悪いです。で、ね、ワンちゃんが入れないカフェに行けばよかったけど、ワンちゃんも入れるカフェ行っちゃったから一人で。ね、もう行っちゃったんですけどね。もうそこでね、もうなんかね、なんかもうカップルかな。多分カップル結構年の差あったけどね。女の人は若くて男の人結構、まあ行ってたけど、まあなんか、なんかよくわかんない、なんか、 まあよくわかんない関係性なんだろうけど、なんかワンちゃん連れてきててね、もうワンちゃんをね、もうソファーの上に座らせてね、なになにちゃん、なになにちゃん、クシュ、クシュ、クシュって。だから正直3回ならいい。ね。一応店内静かにみんな作業とかね、ゆっくりとかしてゆっくりお茶飲んでる人いっぱいいるんですよ。クシュ、クシュ、カシ3回までならいい。クシャ、カシャ、カシャ。ね。もうこれほんと森なしで、ほんとに35回ぐらい。クシュ、クシュ。 なにちゃん、なにちゃん、こっち、こっち向て、こっち向て、こっち向いて、こっち見向いて、こっち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 見て、お前がこっち向け、お前、お前の面したらこっち向けと思ったんですけどね、なにちゃん、こっち向て、カシカシカシお前の面を見せてくれる、カシャカシャカシャと思ってたんけど、もうカシャ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 、もうその男も注意しないですよね、もうカシャ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 。もうあれやればいいね、ライブモードでね、撮ればいいね、アイフォンとかだったら、ポンポンみたいな、終わるでしょ。ピコンみたいな感じで終わるちょっと動くけどね、こう、写真静止画かなと思ったら、 動いちゃうけど、ライブモードで撮ったら動いちゃうけど、もうそれいいじゃないですか。もうなんかもうなんかスクショして切り抜いてやればいいのに。クシュクシュクシュあれ、ムカつきました。僕がね、まあまあね、僕がね、犬の写真、犬の写真でててよあの、ワンちゃんもね、入れるカフェに行ってたのが悪いんでしょうけどね。じゃあ続いていきたいと思いますね。えー、五つ目ですね。五つ目ですね。えー、一生開かない居酒屋のトイレということでね、この間鳥貴族行ったんですよ。鳥貴族行った時ね、もうずっとね、開かないんですよ。これ、ね、皆さん経験あるじゃん。鳥貴族のトイレって、たまにね、一時開かない時ありますからね。こうびっくりしますよね。開,開かねえな 大学生とかが酔っ払って、そのままなんか潰れてんのかなとか思ったんすよ。で、したらまあ、5、五6分ぐらいしたらガチャって開いたんすよ。したら、なんかもう、もうなんか大学生が着るね、あのなんかシャツあるでしょなんかの GU とかのなんかオープンシャツなんかよくわかんないね。ボーリングシャツみたいなのあるでしょもうあの、なんかザ・大学生が着るあの GU のやつ。あれをね、着たね、なんか大学生の男なんか出てきてね、こうやって、スー、何事もなかったですみたいな感じで出てきたんですよ。男は何事もなかったですみたいな感じで出てきたんですよ。それ、それにムカついちゃってね。でも全然、そのね、こうブレーって、フフ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 フ かね、お酒もそんな僕、そんな時期僕もありましたけど、ふふふっと吐いた時期ありましたけどもね、その、何事もなかったかのように出てくるのムカついてね、何事かあったかのように出ろよと思ってね、こうやって、とか、なんか可愛いな,わけやな、けえなとか思うけど、なんか何事もなかったかのように出てくる。あれがムカついてるんですよ、あれがムカついてるんですちょっと待ってください。 じゃあ、続いて、6つ目です六6つ目ですね。えー、こちらでございます。えー、21時過ぎに、ウーバーイーツでアイス抹茶ラテを頼む方ということでね。えー、頼むやつじゃ頼む方なんで、一応ね、お金はね、稼いがしてもらってる頼む方ということでね。そうなんで僕最近あの、運動があったらね、ウーバーイーツまにやってるんですけどね。もう、こないだ21時過ぎにね、ウーバーイーツで、ポーンってもう、アイス抹茶ラテがもう頼まれては、はぁと思って。え、21時過ぎに、ウーバーイーツでアイス抹茶ラテを、 頼むやつと思ってねこれ。こ、こ、こんなやついるんだと思ってね。しかも、いいマンションですよ。もうなんか30、もうなんかインターホンとかも、インターホンってな何,何あれオートロックかオートロックも、オートロックが30もあるとこね。くぐり抜けて、くぐり抜けて、くぐり抜けて、しかも置き配とかじゃなくて、ちゃんと玄関でね、もう受け渡しましたけど、男性の方だったんですけどね。もう、アイス抹茶られてね、お待たせしましたとか言ってね。まさか言うと思わなかった21時過ぎにアイス抹茶られてお待たせしましたでまさか言う人生だとは十一過ぎ、21時過ぎに言う人生だとはと思ったんですけどね。 でもなんかね、普通ね、このなんか玄関で渡すときって多分ね、一応怖いじゃないですか、ウーバー a t s とかってどんなね、人が届けに来るか分かんないから、まあ一応玄関で受け渡しとかもこう、腕だけ出て、こう、スッと、ね、スッと取ってガチャンと閉めるんですけど、そのね、アイス抹茶ラテをね、頼んだ方はね、もうなんかもう、玄関バーンって開けてね、もうもう、部屋が、部屋が見えるぐらい玄関オープン。 バーンってあげてね。ありがとうございます。アイス抹茶ありがとうございます。みたいな感じ。え、こんなに部屋の中見せてくれる人いるんだと思って。さすが21時過ぎにアイス抹茶ラテを頼む、頼むほどでもあるなと思って、頼む人だな、頼む人間だなと思いました。ちょっと、ちょっとすみませんさい。もうちょっともう、従わない。 ちょ、っとどんどんあの、下が回んなくなってきちゃった。本当に。ちょ、っとちょっと暑いんですよ。今、まず締め切ってるんで、もう、ぼーっとちょっとごめんなさいね。ちょっと言い訳ですよね。じゃあ最後です、最後です、最後です。えー、七つ目ですね。えー、野球ファンということ、野球ファンずっとキモいですね。僕、プロ野球大好きなんですよ。福岡ソトバンコークス大好きなんですよ。ほぼ毎試合見てるんですよ。でも野球ファンキモいっすね。もう野球ファン本当にキモいんですよね。本当にキモいんです。すぐ批判しますから、すぐ死ねとかね、もう選手に対して死ねとかね、くたばれとか、監督にゴミかすとか言うんですよね。ふざけんじゃねえと俺一回も言ったことね。こう野球大好き、野球大好きだけどね。 にしこっててて疲れて野球見てるるそそういうう、い批判するんですでよねそう家からね家か,家から出て、その、こらない奴は批判しません。野球、野球を見ても。そう。家から出て、えー、しこらない奴は野球を見て批判しません。えー、野球で批判する人は、家から出ずにしこる奴は批判をします。これ本当にそうだから、家から出ずにしこる奴は本当にするんですよ。暇人がするんですから。もう家から出て、しこらない人だけはもう批判しないっていう。ちょ、何言ってるか、ちょっとどが、もうわかんない。かつきますね。 やっっちゃった、えー、ベストオブコメントのコーナーでございます前回の動画はですね「ジャンク朝ごはん夏」でございましたえー、早速ですが前回の動画のベストオブコメントはただのお昼ご飯食ってる中ムタデクサーですおめでとうございます いやー素敵なねコメントありがたいんですけどちょっとあの前回の動画5000回ぐらいなんでちょっとほんと恥ずかしいんで皆さん見てください恥ずかしいチャンネル登録高評価コメントよろしくお願いします